レディース&ジェントルメン、僕たちの華々しい同棲生活へようこそ。申し遅れました。私、今回の案内人、みやびと申します。都内在住の年齢は21歳。実は僕、表では普通の大学生を演じながら、裏では現役アイドルと同棲しちゃってるんです。そんな僕たちは YouTube のため去年の7月から同棲生活をしているわけですが、今回はその一部、僕らのナイトルーティーンをご紹介したいと思います。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。本日の主役、立花モカさんの登場です。はい、ということで私が帰ってきました。尺ない。おっと、ここでモカさんの帰りを待っていたみやびくんの方の状況を見てみましょう。なかなか難易度の高い英会話の教材を聞いてるみたいですね。彼は非常に勉強熱心。時にはその熱心さあまり周りが見えなくなってしまうことも。おかえり。超スーパー地下アイドルのモカちゃんが帰ってきたみたいですね。歌舞伎町にいそうな女。おっと、失礼、取り乱してしまいました。モカさんの服装、とっても可愛らしいですよね。量産型とでも言いましょうか。歌舞伎町に行くとこんな服装の女子がたくさんいると思いますが、それは大体モカさんです。いや、お腹減ったなと思って。何やら怪しげなみやびくん、一体何をしてたのかな。どこ行ってきたの。今日歯医者。歯医者か。歩きにくい。非常にこの状況はまずい。なぜか歯医者の結果を見せられた。めっちゃ興味ねと言ってみやびくんは編集部屋に戻っていった。なんか今日変だったな。そして帰ってきたムカさんはすぐに手洗いうがいへと向かう。お外にはたくさんの菌が舞い散ってるから仕方ないよね。ちょっと今ナレーションちょっと黙って。はい、よくできました。キモッ。落ちたけんね。私この家に引っ越してきて1年ぐらい経つんですけど、いまだにカバンの置く場所ないんですよね。帰ってくるとモカさんはすぐにスマホをいじり始めます。まあ、おそらくこれは出会い系アプリやってますね。編集は。この人は編集すると言ってしてないことが多々あります。人のうがいの仕方をディスるなんて、なんていう女だ。親の顔が見てみたいよ。見たことあるやろ。うん。本当にこの人集中力なくて、編集中ずっと携帯いじってるんですよね。だから動画も送れるんです。モカチは悪くない。あ、ちょっと後ろで変なことしないの。さあ、長かったムカさんの男あさりもそろそろ終わったようなので。出会い系じゃないってば。どうやら今夜の晩御飯を作ってくれるみたいですね。いやー、楽しみだ。おっと、ここで手を伸ばしたのはセブンのカップラーメン。全然作らなかった。今日はみやびくんの好きなうどんをチョイスしました。おーい。男子諸君、パソコンから離れるときは画面の隠蔽工作をお忘れなく。最近忙しかったから一緒にご飯食べられて嬉しい。お箸は。こういう亭主関白みたいな男無理。まあ私は優しいから持ってきてあげるんだけどね。てかまたさ、カップラーメンかよ。こうやって文句言うんだったら自分で作ったらって話なんですよね、全国の女子の皆さん。喧嘩になりそうになった時は問題に向き合わず、テレビをつければ OK さ。水のトラブル、ラーメンショップ愉快だ。ここで間違いないな。最近 YouTube を始めたせいで、テレビの内容よりテロップの方が気になってしまう。もはや病気。助けて。ごちそうさまでした。あ、9時半じゃん。動画あって見たい。僕たちの動画はだいたい夜の9時半ぐらいに上げてます。編集が間に合えば。
まだチャンネル登録してないそこの君、ぜひしてくれよな。そして自分たちの動画は絶対に一番最初に一緒に見ると決めています。おっとっと、マジどういうこと。アンチコメントのようだ。アンチコメント書かれてんだけど。アンチコメントが一つ来るたびに宮城くんはもだい苦しみながら発狂します。痛すぎる。本当に男死ねって言われたんだよ。名前すら覚えてないってことじゃん。いや気にしてるのそっちかーい。まあでもみんな、彼がどんなにチー牛でブサイクでニキビ面で変態でゴミでカスで終わってる男だとしても、アンチコメントを書くのはやめてあげよう。大丈夫、アンチマジ大丈夫、やめないで。彼はこう見えてかなりメンタルが弱め。まあまあ雅少年、少数派のアンチの声より大多数のファンの声に耳を傾けなさい。まあ俺イケメンだし。みんな今すぐアンチコメントを書こう。なんか楽しい話よ。楽しい話。私もアンチコメント書かれた時はみやびくんに慰めてもらってるので、お互い様ですね。支え合って生きていけたらなと思います。そしてこの時みやびくんがしてくれた楽しい話は、裸になって捕まった友達の話でした。つまんな。男子大必見、美少女のバスタイムだ。ちなみにうちの相方のムカさんは週に一度しかお風呂に入らないため、家が悪臭に包まれていて困っています。あんた適当なこと言わないの。バスタオル持った？忘れちゃった。皆さんもこんな場面に出くわしたことはないだろうか。お風呂にバスタオルって持っていくの忘れちゃいがちだよね。これがもし一人暮らしであれば、風呂上がりのマッパで部屋中歩き回るなんてお茶の子さいさいなのだが、やはりそこは男女での同性ということで融通が効かない。シャワーの音が聞こえる。どうしよう。この向こうで本物のアイドルがお風呂に入っている。しかも全裸だ。この扉さえ開けてしまえば、この扉さえ開けてしまえば、もう向こうにはあって、あって。おっと、いかにかん、一歩間違えれば犯罪者。タオル持ってきたよ。そこ置いといて。オッケー。そう、それが付き合っていない男女同性の怖いところだ。うわぁ、どうしたの。なんでもない。うわぁ、お風呂から上がりました。私だいたいお風呂 3,4 時間ぐらい入ってるんですよね。長すぎなんだよ。髪の毛乾かすのにも1時間かかります。そして私はすごく肌が弱いので、ボディクリームを欠かさず塗ってます。あー、今日もお風呂気持ちよかったな。上がったよ、みやびくん。あれ、みやびくんから返事がない。めんどくさいけど直接呼びに行ってあげるかと思って見に来た編集部屋にもみやびくんはいなかった。ここかな。いや、いないな。じゃあこっちかな。いや、こっちでもいないな。あれ、みやびくんどこだろう。ここの部屋ではなさそう。みやびくん、ん、何してんの。いや、お前こそなんて。は、キモ。みやびくん、どんまい。男である以上仕方ない。キモい。
モカさんはお風呂に入った後も携帯をまたいじり始めて出会い系やってるんでしょうかね。どんだけ男と会いたいんですかね。だからやってないって。みやびくん早く出てきて、モカもトイレ行きたい。なかなか出てこないみやびし、一体何をしているのか。ねえみやびくん、どうやら人間違いだったようだ。めでたしめでたし。どうしたの？うん、なんでもない。演習が終わったみやびも風呂に入り、メガネをつけていつものチー牛スタイルに。しゃれな。喜ぶチー牛。お互いの仕事が終わり、ご飯もお風呂も終わった後の至福のひとときは基本的に二人で一緒に過ごすようにしている。このようなコミュニケーションを取る中で生まれる企画やアイデアがたくさんあるからだ。やった、ディニアカード手に入れた。おお。はい、東京行くか。うわっ、キリ君も手に入れた。うわっ、くそ、叫んだよ。ゲーム終わり。え？やることやるよ。どうやら今日のゲームの時間は終わりなようだ。もうちょっとだけやりたい。行こう、明日やろう。また。私こう見えても切り替えの達人です。キラーン。毎日の家事の分担はじゃんけんで決めています。今日はみやびくんが皿洗いで、モカが洗濯物。みやびくんちょっとパンツ多いよ。おい、やめろ、バラすな。多いよ、何枚履いてんの。しゃべんな。1日で生ペットボトルを捨ててと。落ちてるのはモカチの生誕 T シャツ。みんな買ってね。みやびくんのパンツ、みやびくんのパンツ、みやびくんのパンツ、パンツ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 。みやびくんはいい子なのでお風呂も洗ってあげてますね。本当に彼はいい人だな。テレビでも見ようよ。あ、いいよ、それ何見る。さあ始まりました、映画の時間。これは土日の夜だけに許された我々庶民にとっての特権なのです。今回のチョイスは感動ものの映画。あまり洋画が好きじゃないモカでも楽しめるような映画にした。映画を見終わればまたそれぞれ自分の持ち場に戻り、やらなくてはいけないことを進めていく。だいたいこの深夜の時間にみんなのツイッターを見たりいいねをしたりしています。そして時間があればライブ配信もしています。ありがとうございます。やっほー。やめてよ。もういいだろこれぐらい。やめてってば。恥ずかしい。悪い子ちゃんだね。恥ずかしいよ。触っちゃうぞ。うん、いいの？うん、触ってあげる。いい子じゃん。ピシピシしてあげるね。うん。いいの？あ、来いよ。本当？夜も遅い時間になってきたのでもう寝ようと思います。寝るための準備をしていきます。よし、明日は10時でアラームセットと。皆様に残念なご報告がございます。僕はとても怒っています。もともとあの布団は僕のものだったのです。しかしもう布団が一つしかないということで、僕はいつもなんとソファーで寝てるんですよね。かわいそうに。何寝てたんだけど。ねえねえ、今日一日気になってたことあるんだけど。何？誰？誰？